でも俺は知りたかったなぜ世界はこうも歪んでいるのかその歪みがどこから来ているのかなぜ人には無意識の悪意というものがあるのかなぜ そのの悪意に気づこうとしないのかなぜ人生すら狂わせる存在があるのかなぜ人は支配し支配されるのかなぜ傷つけ合うのかなのになぜ人はこうも生きようとするのか。 俺は求めていた人と人が分かり合える道をその答えを俺は求め続けていたんだガンダムと